顔押しつけて。私だろ、くっさ。なんで臭いんだよ。痛い痛い痛い。飯塚さん、飯塚さん。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストは錦鯉渡辺さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。渡辺さん、おかげさまで150万登録いったんですか。素晴らしい、おめでとうございます。やっぱうち、やっぱ渡辺さんの貢献がでかい。いえいえ、そんなそんなそんな私はただ快楽を得に来てるだけです。渡辺さん、ちょっとどうですか、はい、やっぱ年末にかけて お忙しいじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと忙しいですね。あと渡辺さん、まあ、ゴッドタンでもそうだったけど、ちょっとお体ね、ちょっとね、はい、まあ痛風ありますし、はい、座骨神経痛、はい、もう座骨神経痛で、ね、歌も作っていただきました本当にありがとうございます。いや、そのぐらいお体はもう大心配だということで、はい、今回はお忙しい渡辺さんを癒すためにこんなお店を用意しました。はい、錦鯉渡辺を癒せ、うん、馬頭マッサージ店。やったよだれ出ちゃったじゃないですか両方満たしてもらおうっていう話です。すごいですね、はい、多忙で疲れ切ってる渡辺さんにはこれから極上のマッサージを受けていただくんですけど、はい、ちょっと口の悪いギャル隊員が ありがとうございますすみません、本当にお金を払いますよ本当に本当にですよ、はいはい、ただ我々はその、プレイというかその渡辺さん様を映像に残していただきたいだけっていうか、はい、どうぞ撮ってください、残してください。今回はですね、本当年末の渡辺さんを癒すための馬頭マッサージということで新機軸です。ちなみにですね、この今回マッサージを担当していただくのは足つぼ日本一新橋店の飯塚さんが担当してくださいます。なのでプロの方です、飯塚さんです。飯塚さんもですね、まさか馬頭マッサージに巻き込まれるとは思ってないですねあ、どうも、いらっしゃいませ。はじめまして、よろしくお願いします。お席にどうぞ、はい、うつ伏せになっている、うつ伏せで、はい、はい、失礼します。さあ、まずはですね、渡辺さんのために普通のマッサージを、はい、飯塚さんがやってくださいます。はい、じゃあ始めます。あいつつここはただのおじさんがマッサージを受けてるシーンです。あ、もしかしたら早送りになってるかもしれないですけど、一応ですね、やっぱ渡辺さんに癒してほしいんで ある程度やっていただこうと思います。だいぶこれは本格的に行くしかないかって、頭も凝ってますね。はい、はい、ちょっとこれは本格的に行くしかないですね。ちょっとお願いします。あの、当店馬頭コースっていうのがあるんですが、いかがしますか。あの、当店馬頭コースっていうのがあるんですけどいかがにいたしますか馬頭コース、はい、普通のマッサージがいいですか、それと馬頭コースがいいですか。あ、馬頭コースで。馬頭コースで、はい、馬頭コース入ります。馬頭コース入ります。あーいです、あーいです。うわ、お前やべえ顔してんな。なんか梅干しみたいなんだってよ。きっとね、顔だな、お前な。ありがとうございます。飯塚さん、見えてる見えてる。あの、歌の顔もっと押し付けてください。顔ですか。はい、キモいキモいキモい、なんか出てきた。きっとね、飯塚さん、もっと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 ですか。もっともっともっと、しっかりともっと、ほんときっとね、顔だな、お前な。飯塚さん、OK、OK、OK。 お前、何しにここ来たの。ちょっと、癒されに。お前がこんなマッサージとか受けていい分際だと思ってる、まず。すいません、マッサージを受けていい人間ではございません。唾飛ばすなよ、お前。すいません、なんか、いろんな分泌液が出てしまいました。お前、今この状態で変顔しろよ。この状態で変顔、はい。え、それ変顔じゃなくない？もっと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 、もう一回もう一回。すみません、すみません。どうだよ、お前。ありがたいです。飯塚さん、顔押しつけて。どうだどうだ、お前、はい、どうだ豚、はい、クソンされてんだよ、お前。はい、おい、きったね、鼻をするけど角栓めっちゃ出てくんだけど。すいません、きったな。私の角栓が迷惑をかけて、すみません。あ、
はい、はい、飯塚さん、あの一番痛いです、そうやって。え、一番、あ、かしこまりました。お前で、それで、はい、あの、絶対表情出すなよ。はい、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 飯塚さん、いいよ、やっちゃって。はい、いきます、うん、おい、おい、お前帰んじゃねえよ。おい、無表情だろ。おい、おい、無表情でいろ、お前。飯塚さん、もっともっとやっちゃっていいよ。お前帰んな、バッターもっと高くない。お前さ、帰んなって、帰んなっての、帰んなって。水川さん、やってやってやって、どこ行ったい、帰んなって、切ったな。真顔は真顔、気持ちいいか。はい、気持ちいいです。汚ね顔して、なんか行ったことない場所に行けた感じがしました。どこが悪いの、お前は。僕は座骨神経痛ですね。腰から来るのが。お前腰悪いの。腰悪いですね。ああ、腰なんか使ってねえよな、お前な。腰、手使っちゃいますね、僕。気持ち悪い。気持ち悪い、本当に。お前、手使って何すんだよ。まあ、辞書的な言葉で言えば、朱印ですから。朱印、朱印ってなんだよ、お前。手で、みだらなことをすると書く朱印という。ギャルに分かると思ってんの。はい、え、今ここでできる、いいんですか。あの、私分かんないから、はい、英語で言うと、英語で言うとなんて言うの。あの、英語で言うと何じゃ。英語で言うと、オナニー。おい、うん、じゃあやんなくていいじゃん、それ。全然大丈夫。私は見てほしいです。全然大丈夫、しなくていいから。ええ、主演の時の顔だけ見せて。そんな顔してんの。どういう顔なのこれ。その主演の顔しといたな、お前。あの、飯塚さん、足つぼやっちゃって。足つぼですね。お前、絶対その顔だからな。はい。何このインターバルみたいな。いったい。おい、顔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 、主人の顔しろ。そんな顔か、お前。おい、汚れ顔だろ、お前。お前、そ、汚れ。お前、唾出すなよ。おい、主人の顔だ。お前、私は汚い豚ですって言え。私は汚い豚、痛い。本当に怖い。痛い、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 飯塚さん、飯塚さん、行く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 、飯塚さん、飯塚さん、行くって、行く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 、飯塚さんね、行くなよ。もう行った。あれな、本当に。何なの。すごいんだ、お前、難そう。お前、もう私いらないんじゃないか。いや、ね、いや、いてほしいです。お前、これ以上動くなよ。わかりました。動くなよ、絶対に。はい、大丈夫。お前、こっから動くなよ。はい。飯塚さん、いいよ、行っちゃって。動くなよ、お前、絶対に。痛い、痛い、痛い、動くなって言ってんだろ。あ、行く、行く、飯塚さん、動くなって。飯塚さん、どっちで行ったの、どっちで行ったの。飯塚さん、お前、お前、おかしくないか。お前、それはさ、私じゃない。はい、私の名前言うしかなくない。お前、ちゃんとミリチャブって言えよ。わかりました。はい、動くなよ、そんで。はい、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 おい、飯塚さん、飯塚さん、なんでだよ。飯塚さん、おい、待って待って、飯塚さん、やめてやめてやめて。すいません、今言おうと思ったんですけど、うん、
なんですか、なんか自分の中の何かが飯塚さんしか出ないかちょっと飯塚さん、仰向けにして次は必ず言いますんで仰向けになってもらっていいですか。はい、わかりました。切ったら汗やばっ。マジで飯塚さんがすごくて汚っ。お前、私のトレーナーだからな。はい、行くにしても私のこと言わないと。もちろんです。ミニチャム様って言ってるつもりなんですよ、自分では。今言ってみ。ミニチャム様。ああ、じゃあそのまま。ミニチャム様。言えます、うん、大丈夫。飯塚さん、じゃあやっちゃって。はい、お前、私の顔見ろよ。はいはい、ミニチャム様だから、分かった。飯塚さん飯塚さんうるさいよ、お前。飯塚さんおい、私の顔見ろ。はい、私なの、くさ、はい、はい、あ、こっち、くっさ、はい、くっさ、はい、なんで臭いんだよ。マジで今日めっちゃ口臭いぞ。ちょっと、そう、飯塚さん、ちょっと来て。飯塚さん、ちょっと一回口の匂い。僕はの臭いとか感じない。ああ、じゃあ一回変えてみて。一回ちょっと変えてみて。飯塚さん、ちょっと一回な、どこが悪いですかね、これ。飯塚さん、ちゃんと嗅いで。もう一回ですか。ちゃんと嗅いでないでしょ。今嗅いでなかった、飯塚さん。一回ちゃんと嗅いでみて。全然嗅いでなかった。届く前に逃げた。おいおい、お前力入ってない飯塚。はい、もっと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 いけ、もっと臭くはないです。プロだね。臭くないみたいです。飯塚さんが寝ます。俺が上から行きましょうか。飯塚さん、じゃあ飯塚さん寝て。寝てもらって。はい。どうするんですか。そうですね。臭くないです。臭くないみたいな。臭くないの。臭くないです。本当に臭いんでしょ、飯塚さんね。臭いんだよね。臭いって言いなよ、飯塚さん。臭くないです。本当に臭くないの、飯塚さん。どう、臭い。臭いです。臭いって、やっぱ臭いって。なんかかわいそうだからやめろよ。臭いって。水田さん、どう、臭い。お前もよく見たら変な顔してんな。おい、聞いてるか、飯塚。え、お前だよ。こっち側の人間だな。本当ですか。お前、マッサージつもりがこんなことになってさ、臭い気化がされて。どうなんだよ、お前。恥ずかしいだろ。恥ずかしいか。恥ずかしいです。あー、恥ずかしいんだ。マッサージきついです。飯塚さん、起こした方がいいです。飯塚さん、一回起こそう。飯塚さん、素質あるはずなんだけどな。飯塚さん、やだ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 。上から下から
トラブルで。お前じゃあ奴隷になるって言えよ。奴隷にはなりません。うわくそ、もう一回ライン、渡辺もう一回言え。ダメです。痛い。お前奴隷になるって言えよ。僕はマッサージをする人間です。まず奴隷ではありません。じゃあもう一回だね、渡辺もう一回ラストで。うわうわ痛いよ。うわ痛いで臭い。直前まで。あれ飯塚死んだ。飯塚さん生きてる。大丈夫ですか。フィニシャー様、ありがとうございます。よし、お前もこれで奴隷だ。やった。これどうしようか、この後これ以上ないような気がするんだけど。二人でミリチャム様を盛り立てていければなと。でも最後ミリチャム様に足つぼしたいです。最後あの、ミリチャム様に足つぼしたいです。ねえ絶対嫌だ。本当に言ってんの。まず健康になってほしい。座ってください。本当に。どうぞ。やだ、これ超やだ。ご一緒ください。ミリチャム様は腰が悪いと聞いてます。ミリチャム様は腰が悪いと。腰が、はい、なんで知ってんだよ。先生、見たら分かりますね。よろしくお願いします。じゃあ行きます。来ないで、本当に。本当に来なくていい。行った。お前渡辺家うるさいって。行って渡辺持っていけ。マジで行って。渡辺持っていけ。渡辺痛い。いいっすかこれ。ミリチャム様を直して。痛い。何これ。痛い。終了。臭いです。あ、終わりですか。いやこれは渡辺さん本当にあれどうですか。あの心も体もリフレッシュしたんじゃない。いや本当そうですね。ちょっと本当に行ったことない次元に今日は3回ぐらい行きましたね。うん、そうですよね。やっぱそれも本当やっぱ一重に飯塚さんのおかげですね。ありがとうございます。飯塚さん本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。びっくりしました。まさかこっちまで来るとは思われてなかった。飯塚さんまたもしかしたらお声かけるかと。いやこれはありますよ飯塚さん、はい、これは佐久間さんに買い取ってます。確かに。いやちょ一回買いでください。渡り。ちょこれを飯塚さん頑張って我慢したんですか。もう死にそうでした。